立川武氏は NHK のアナウンサー。奈良県奈良市出身。近畿大学附属高等学校。早稲田大学政治経済学部を卒業。2004年4月 NHK に入局。研修後 NHK 京都放送局に配属。京都ニュース845担当。NHK 沖縄放送局へ移動。2008年4月より廃催。 ニュース610のキャスターを担当。NHK 東京アナウンス室へ移動。2011年4月より、NHK ニュースをはよう、日本のキャスターを担当。2013年10月より、カリスマママたちの微力選手権の司会を担当。2014年4月より、NHK ニュース7の土、日祝日、お及び、ニュース845関東甲信越ローカルの、 祝日のキャスターを担当。2014年10月より、英語で読む村上春樹の朗読担当。2015年4月より、正午のニュースの土、日宿日のキャスターを担当。また、同年同月より、首都圏ニュースのキャスターも担当。2016年4月より、正午のニュースの平日のキャスターを担当。 2017年4月より NHK ニュース7の平日のニュースリーダーを担当。2019年4月より NHK ニュース7の平日のメインキャスターを担当。現在、糸井洋二、有田正明と3週間でのローテーション制。ありがとうございます。